おはようございます。ゆゆこです。マリサです。釧路に到着して4日目の朝。いつものホテル展望レストランで釧路最後の朝食です。では、本日も。ゆっくりしてね。今日は和食中心か。主、洋食の朝食でも全然食わないんですが。今回は和食の朝食ビュッフェが多かった気がしますね。釧路はずっと天気が良いなぁ。青空で本当に良かったですね。あれ、これは？シチュー？いいえ、ホワイトカレーです。北海道らしく牛乳をベースにしたカレーらしいです。恐る恐る食べましたが、味は本当にカレーでしたね。定番の締めのコーヒーだな。お腹いっぱいになったんで、さすがにパン1個だけにしました。ホテルをチェックアウトしました。知床に向けて釧路を立つのは、お昼過ぎなんで荷物はフロントに預けたけどな。あれ、どこに行くんだ？いつもと方角違う気がするけど。はい、ぬさまい橋を渡って、釧路市立美術館に行こうと思います。へえ、美術館か。中途半端に時間が空いちゃってるんで、ちょっと立ち寄るという感じですかね。行ったら特別展示で写真撮影ダメでした。どうも申し訳ありません。ぬさまい橋に戻ってきました。特別展示だけやってて、常設展示は閉鎖だったな。ちょっと残念でしたね。とりあえず、エッグに来たけどどうする？ホテルで荷物を受け取って、釧路駅に向かいますか？そうだな、ショッピングエリアのムーもちらっと寄りながらホテル行くか。ホテルで荷物受け取ったぜ。なんか、釧路到着した頃に比べて、歩道ぐちゃぐちゃじゃないか？ニュースでここ2日間ぐらいで急に温度が上昇して、春の気温とか言ってましたね。天気はすごい青空で、気温は上昇か。足元悪くても、旅行には良いことじゃないかな。いや、主が心配してるのは、南風が吹いてて、羅臼の流氷が沖合に流されてるんじゃないかな。ということなんですよね。そういえば、羅臼に行くのに流氷を見るのが楽しみだったんだよな。なんだ？もう店に入るのか。暇つぶし、あと先にお腹いっぱいにしといた方がいいかな、と思って、こっちにしましょうか。おお、これは美味しそうじゃないか。つぼ焼きホットケーキとメニューには書いてあったかな。それにしても、主朝食ビュッフェで十分に食べたけどな。時間が空いてて、外のメニュー写真など見てると食べたくなっちゃったんですよね。あと、動画では映ってないけど、駅でブラブラして、店前のメニュー見てたら店の人に声かけられちゃったしな。でも、味も悪くなかったし、入ってよかったんじゃないかな。もう12時半だぜ、羅臼行きのバスは何時だ？確か13時40分発だったと思います。あ、自分たちじゃないか。実は釧路駅の待合室で旅動画の編集してました。USB のスロットもあるのか。動画カメラ充電できたんで助かりましたね。ちょっと早めにバスターミナルに移動だぜ。釧路の街ともお別れですね。あっという間で終わりか。バスターミナルの自動券売機で切符を買います。羅臼駅あったぜ。往復もあるのか。今回は片道だけですね。羅臼駅チケット無事に購入できました。時間通りにバスが入ってきたな。さあ、乗り込みましょう。はい、お世話になります。
城西病院前、イオン釧路線前経由、断水域です。乗車バスでございますので、リクライニングシートを倒して、ごゆっくりおくつろぎください。釧路と知床を結ぶこのバス、日本の路線バスの中では一番距離が長いという話があるんですよね。13時40分に釧路を立って、知床の羅臼にはいつ頃に到着するんだ？はい、17時20分に到着予定です。3時間ぐらいの旅か。バス旅ではちょっと長い時間かもな。午後いっぱい移動の時間ですから、のんびり行きましょう。わあ、もう原野に出てきたぜ。途中に牧場があったりして、北海道を旅してる、という感じになりましたね。例のごとく、バスの窓が汚れてて見にくいのはご勘弁を。町に入ってきました。あれ、ここ見覚えがあるぞ。去年の5月に乗った中標津バスターミナルです。去年は東京から中標津空港に来たんだよな。そしてこのバスターミナルから知床の羅臼に向かったんですよね。そして、いよいよ知床半島が見えてきたぜ。流氷はこっちまで来てないようだな。確か、明日の朝流氷を見るためのクルーズは予約してるんだよな。そうなんですよね。見られるといいんだけど、どうなるんでしょうね。羅臼に到着です。ちょっとバスに乗り飽きたというか、疲れちゃったな。もう急いで宿に行きましょう。前回泊まったフクロウの宿に行くのか？いいえ、残念ながら予約しようとしたら満室だったんですよね。今回泊まったのはこちら。もう疲れちゃっててチェックイン時の動画はありません。Google マップからの写真だぜ。雪がないのが不自然ですが、ホテル栄屋さんです。夕食も外食だったんで、この勇寿司さんに入ってみたぜ。食べたのは海鮮丼です。ビールも頼んだぜ。この後、ホテルに戻って休みました。最後、あっさりしすぎましたが、これで失礼します。では、本日も、ご視聴ありがとうございました。